神奈川県立川崎高等学校は神奈川県川崎市川崎区渡り田山の町にある公立単位制高等学校。この項目では前身である旧県立川崎高校及び旧県立川崎南高校についても合わせて記述する。旧県立川崎高校は神奈川県立川崎中学校として1926年に創立。 横浜山中に次いで8校目、川崎市では初の旧正中学校であった。戦前戦後を通し川崎地区を代表する進む学校の位置にあったが、1969年に始まった学園紛争以来、制服や定期試験、成績表の廃止が響き、神奈川県内の公立旧正中学を前進とする全日制課程の高校としては、 進学率が低迷した高校であった。全日制家庭、定時制家庭とも普通科の高校であった。旧県立川崎南高校は、神奈川県の高校100校新設計画に基づき、1979年に創立された全日制普通科の高校であった。チアリーディング部は1992年には、全日本学生チアリーディング選手権大会において、 第3位の功績を残した。現県立川崎高校は1999年11月の県立高校改革推進計画策定後、神奈川県教育委員会が推進体制を整え、前期実施計画に基づき、川崎南部方面フレキシブルスクール準備委員会を設置し、2004年、旧県立川崎高校と旧県立川崎南高校との再編整備により、 単位制普通科フレキシブルスクールとしての県立川崎高校が進行として開校。全国初の全日制過程と定時制過程を一体化させた新たな学習システムを展開している。ありがとうございます。